皆さんこんにちは。こんにちは。マックスブライです。ミックスです。ランキングダンジョンでございますけれども、はい、来ました。新しいの来ましたね。はい、山積み杯全属性必須。こちら挑みます。バトル7。必ず貫通要員を1体。はい、プレドラが出ますね。入れてくださいます。こちらのパーティーでいきたいと思います。おお、いいんじゃないですか。どうですかね。バランスいいですね。はい。参ります。悪くないですよね、きっとね。お、また関係ない。僕のまだやってないんですよね。マジ動画だけ見て。ここだけちょっとランダムなんすね。色欠損が激しいです、ね。めっちゃ欠損してる。初手闇カーリーありですね、ここ。だね。使うべきだったね。すいません、使うべきでした。一回諦めます。ごめんなさい。これ闇カーリーだ、闇カーリーだ。戻ってまいりました。まいります。まさかユーナで色がなくなるなんて恐ろしい。2色なのかな。せい、いや結構ランダムっすね。多分ランダムなんか生成なんで欠損がやべっすね。やった2、3、4、5、6。ああ、ユーナの時点で一定そのコンボ数目指したいかなと。そうですね、過去のランダムの経験的にも。おし、おーし、お、いいじゃないですか、いいじゃないですか。こういうのがいいね、こういうのが。今なんかバッチリ事故事故起こりましたよね。はい、ガン飛ばし、はい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 。おー、オッケー。あー、き、あー、嬉しい。落ち込んだ。ありがたい。してもよかった。あ、そっか、バインド回復か。確かに一通りだね。気が回らなかった。え、嘘。これでいいか。ダメか。ユーナでやってる時点でコンボ数を一定狙わないと意味がないか。うん、このバインドには法則があるのかな。法則、その誰が受けるかみたいな。ないんであれば結構対策しないときつそうですね、バインド対策。わかんない。私これまだ2度目3度目ぐらいの挑戦で、この次があれですね。これでもボス木でヒパでいけそうですね。今のところなんか強そうな水がいないですね。あ、ほらこれヒパで、また久しぶりにシバドラが猛威を振るうようなランキングダンジョンになりそうですね。マジか、シバドラが猛威を振るう。次がボス。嘘、あれ嘘、やっちまった。やっちまっただー。カーリーさんはあといった。カーリーさん使うか。そうね、カーリー、カーリーつくよみ。そうヘイ、カーリーからのつくよみ、うん、ほうほう。お前ハコンボ9、10ラッキー。コンボはいい感じでしたね。そうか、でもユーナーとその最大ダメージ、うんうん、どこで出すかってのが難しいですね。闇属性のモンスターになる。あー、そうかそうかそうか。さあ、ちなみにこれで結果が、ああー、低い。そうか、パズルなし撃破。でもこれしょうがないですよね、もうみんな抜きますよね。リリスでも入れるか。あ、そうか、毒でもいい。毒ならいいのか。毒でコンボするか。
私が初見でやった時が、9万6000点だったんで、初見でやった時はカイトでやったんですけれども、嘘だ、初見じゃない、2回目がカイトで9万6000点でした。初見はあのプレドラでまんまとやられちゃいまして、もう一回行きましょうか。もう一回行きます。はい、や、ひぞめで行きます。はい、中ひぞめ挑戦で、2ウェイだね。そうですね、ひぞめなんで初手ボルメテウス、あの犬が出てくるところでソースを使いたいですね。犬が出てくるところで、そうそう、あの水の犬が出てくるんで、火力的に火なんで、あそこが多分きつい、一番きついと思うんで。7コンボ、あー落ち込ん欲しかったな。どんどん行くよ。結構今回どんなパーティーでも行けそうですね。読みドラとかでも行けそう。あー、中にいろんなものを詰め込めれめる。あとその継承ができるようになったんで、あのランキングダンジョンのランキング出るじゃないですか最後。うん、モンスターだけ発表されても、あ、ここソースですね、エレンソースですね。あれ、あ、恥だ、じゃあソースだけでいきます。あー、でもこれ4つくしていけるかな。あー、ずれたー。あ、振ってきた。あ、すごい、結果 OK だった。ただ火の4つで右抜けるかな。おりゃー、振りましたね。ベジットかな、まだか。次かな、そのランキングが発表された時にモンスターだけじゃ分かんないですよね。その実は何か違うものが継承されていて、まだ入れてるだけ。そうだ、面白いですよ、面白いな。な、天狗とか入ってて何継承してるか分かんないし。天狗とか超カオスやな。バトル5、ああ間違えた、ベジット。ふう、これちょっとあかんくない、ないんじゃない。ありますね、ある、はい。おー、うまい。ああ光も決めたかったな。あー、あー足んないか、ちょっときついか。あー、いったー、ラッキーで、次どうしたらいい、次どうしたらいい、次どうしたらいい。ソーソーだな、ソーソー使うと、ソーソーでいいですね。色はあります。そうか、やっぱ最大倍率、まあ最大ダメージかをどこで狙うかが結構重要ですね。ラッキー、これ結構いいんじゃないですか。抜くんじゃないか、これ 10% は入ってんじゃないですか。よし、 10% は入ってんじゃないですか。全部ワンパンできた、はい。おー、で、コンボ数もそこそこ刻んでる。結果いきましょう、ドン。あれ、ほい、10万6000点、今回のが平均コンボが 7.8 で39000、残りタイムが69000だと。最大ダメージの作り方が難しいですね。あとパズルなし撃破のところがちょっと気になるね。さあ結果いきましょう。あっ、ギリ、あ、ギリ入った、9点のギリ入りました。これで 9.5 でした。ちょっと私がね今回多色で攻めましたんで、全然多色じゃない方がいい。まあ7バトルって回数が多いんで、なるべくコンボはしたいですね。そっか、コンボ加点、コンボ加点を十分狙いながら。うん、まあこのパーティー悪くない。いや悪くないです。あとはあの5000点マイナス5000点をちょっと痛いっす、毒とかで1回パズルする、がっつりパズルでコンボ組むとかですかね、だけでこれ4% とか 3% 入りそうやね。まだ私のパーティー、先ほどのパズル、あの改善のうちありということで参考にされてください、はい。ランキングダンジョン山積み杯でございました。さよなら。サムライ、サムライマックス。
頑張